ジャリラカチャンネル。よいしょー。この番組はキンプリについて2人で面白おかしく喋っておりますので、ティアラの皆様ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今後どういう風に考えているのかっていうね、まあ、目標に近いんですけれども、はいはいはい、ちょっと喋ってるのをですね入手したんで、はいはいはい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、高橋海人君がですね、これからのどうやっていくかみたいな気持ちみたいなのが、はいはいはい、海人君的には、うん、スタッフの皆さんとか、うん、ティアラの皆さんに恩返しをしたいと。おお、恩返し。そう、まだまだ恩返しができてないんで、皆さんに恩返しをしたいっていう気持ちと、はい、あとこれからのキングアンドプリンスを楽しんでいきたいっていうね。あ、楽しむ。そう、楽しみながら頑張って皆さんに恩返ししたいっていうのが、なるほど、海人君多いですね。多いですね。っていうのが高橋海人君のこれからの思いなんですね。なるほど。まあ、じゃあそれの気持ちに応えるために我々、はい、も、うん、やっぱ楽しんでる海人君を応援していきましょう。はいはいはい、応援しましょう。何よりですか、うん、それが。ね。雑談、あ、雑談かそうですね。やっぱり何事もやっぱまあ、うん、楽しむっていうのは、はい、いいし、はいはいはい、見ててもやっぱ楽なりね、自分こっち見てる方が理解しようがしまいが楽しんでるのを見るのが、そうやね、いいっすよね。そうそうそう、で、うん、悲しんでばっかりいてても、うん、いや本当そうなんですよね。うん、何にもならんっていうか。そうそう、それやっぱ本当汲み取ってくれてるなっていうか。うんうん、で、海人君の性格らしいというか、うん、やっぱそのスタッフさんとかに対して、うん、確かに確かに、恩返しをしたいっていう謙虚。若いのに。若いのね。おばちゃんみたいになったよ。我々そんなもう、ね、若い頃なんか思ったらほんま自分が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 言うてもほんまそうですよ、ね、はい、それをもうスタッフやティアラのみんなに恩返ししたいっていうね、素晴らしいよ、優しい。それだけやったらプレッシャーになるから楽しんでいきたい、自分も楽しんでいくよっていう、それをみんな見てねっていう、そんな気聞く？いや聞かない、なかなか言えないよそれは。いいね、うん、今でも、うん、我々は自分のことしか考えないから、それがあかんじゃんか。恩返しする相手もおれへんから、おれへんから、確かに。させてさせてさせてティアラの皆さん、皆さん本当にね、それこそ、はいはい、編集自分なんでこう順番にしてて、はい、なんか何を言うてるかは分からんけど、はい、こいつら楽しそうやなと思う時があるから。ああ確かにね。それでいいそうやな、何を語ってるかは自分で分からんけど、よく分からんけども、そう、楽しそうに2人喋ってるなーって思って、あー、笑っちゃう、笑っちゃう、なんかもう楽しそうやからいいかい、置いとこうみたいな、そうそうそう、全然関係ない話してるけど、これはもう全然ね、前の話と関係ないやんだけど、楽しそうでしょ、置いとこう、置いとこうかね、そういう温かい目でね、あ、そうそうそう、すぐ見てほしいですね。そうそうそう、受けるかどうかわからんけど楽しそうやなみたいな、ほんまそれ、あほんまそれ、2人でもう2人だけしか楽しんでない、楽しんでないっていうね、あるよね、あるけど、ちょっとそういうのはけど大切にしたいというか、確かにそう、大事よ、ね、それは大事、僕らが楽しんでまずはね、そうそうそう、大事ですよね。そう、僕らがしんどそうにやってね、そう、楽しんでいきましょう、ティアラの皆さん、あ、一緒に、いや、いいんじゃないですか、それは一緒に楽しんでいきましょう、うん、っていう目線ではあって、行くのみです、行くのみ、はい、以上終わった。